です。こんにちは。よろしく。お疲れ様です。今こんなに白駒で楽しく4人でやってるんですけど、白駒は2年前は実はタモリ君と私の2人しかいなくて、でもう本当に途方に暮れてたんです。でも夏合宿で先輩方がヘルプに入ってくださって、そこでライブが初めてできました。それからいろいろメンバーを探して、いろいろな人に本当に手伝ってもらいました。で我々のバンドは人権がないとかいろいろ言われてたんですけど、でも思い返してみたら、やっぱりみんなに助けてもらったり心配してもらったりっていうことで、本当にそういう過去があって今私たちがステージに立てているんだなって心から思います。本当に感謝したいと思います。1年生も2年生も例えば今メンバーが足りなかったり、あとバンドの中がうまくいってないとか、そういうバンドも結構あると思うんですけど、まあ、それぞれの本当に困難があると思います。で、やめようと思うこともあると思います。でも私たちみたいに続けていくことで見える景色もあるっていうことは忘れないでください。で、3年生はこれでオーディションも合宿も最後で、いろいろなものが最後っていうものがついていきます。で、これからは1年生や2年生の時代になっていきます。とんがり帽子っていうサークルのこれからの時代をよろしくお願いします。絶対に後悔がないように過ごしてください。で、寂しいけど、でも歴史ってこうやって続いていくものだし、そうやってとんがり帽子も続いてきたと思うので、もしその日が来たら後輩の皆さんも自分の後輩にいろいろ教えてあげてください。で、1年生も2年生も3年生もまだライブ終わりじゃないので頑張っていきましょう。ありがとうございます。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。
ありがとう。